先生、失礼します。何？ここに来れば審査員のパラドックスについて教えてもらうって聞いたんですけど。ああ、審査員のパラドックスな。お笑いとか賞レースとか、まあだけじゃなくて、こう審査員がいて審査で点数が決まって優劣がつくやつにまつわるパラドックスがあるということを勉強してきました。それを提唱したのが私、白書の中西である。あ、そうなんですね。どういうパラドックスなんですか？まあ分かりやすいからお笑いで例えると、お笑いの賞レースとかで審査してる審査員に関して、そんな思ったことない？こいつ偉そうになんか審査してるけど、現役時代そんなにおもろかったかお前、みたいな。誰とは言わへんけど。ああ、なるほど。まあそんなこと言い出したら、白書の中にして誰って話なんですけどね。ああ、もう教えへん、もう教えへん。嘘です、嘘、嘘、嘘です、嘘です。ババアのネタとか、ポップで好きです。ほんまか？はい。審査員のパラドックスで教えてください。どういうやつか。審査員のパラドックスっていうのは、例えば一番面白い芸人を決める大会という定義やったとしたら、審査員がその出ているメンバーより面白かった場合、矛盾するよな。面白いんやったらなぜその大会に出てないんだ、出ているべきだ、一番面白い人を決めたいのにもっとすごい人が出てなくて審査員側に回ってる、おかしい、矛盾する、なるよな。ああ、確かになりますね。じゃあ逆にその矛盾を防ぐために、審査員が出てる人間より面白くなかったら、センスがなかったら、なんでそんなセンスないやつにセンスがあるやつを審査できる権利があるんだ、そんな能力があるんだ、ボケが、となるわな。これが審査員のパラドックス。なるほど。分かったような気がするんですけど、パラドックスを説明する人史上一番口が悪いような気がします。ボケがとか、それあんまそんなん言わないでしょ。だってこんな厳密な数学ちゃうもん。いや、まあそんなん言い出したらあれですけど、でも意外とこの審査員のパラドックスって言ってる人、俺は聞いたことないから、もう俺がもう日頃から怒ってるから提唱して、そうなんですかね。でもなんかちょっと隙間があるような気しますけどね。隙間ってなんやねん。いやだってその人より面白くないと審査してはいけないとは限らないじゃないですか。まあそりゃそうやで。だから厳密に定義すればパラドックスじゃなくなるかもしれないし、その、微妙な塩梅はあるんだけど、でも現役時代すごかった人が今は力は衰えてるけど審美眼はあるよ、批評家の目線は持ってるよ、批評する能力高いよっていう人として納得できるような人が審査員になってほしいよなって思う。予選なんか特にひどいからな。あー、なるほどね。予選なんかさ、どの賞レースもさ、ホームページに審査員の顔と名前とつけた点数出しとけ、ボケがって思うのよ。これを予選は審査員の顔と名前と出した点数載せとけ、ボケが、と俺は呼んでます。もうただ単に口が悪いだけじゃないですか。まあとにかくこの審査員のパラドックスに関して、皆さん、まあお笑い以外でも人が人を審査する採点競技、いろいろあると思うんで、コメント欄に意見を求めています。まあ個人名出しても僕は何の責任も取りませんので、勝手に賑わってください。さよなら。はい、さよなら。